デッキ構築の剣を他人に握らせるな。久々の切り出しで突然意味不明にフルスロットルです。惨めったらしく完コピするのはやめろ。そんなことが通用するならみんな優勝だ。奪うか奪われるかの時に技を使えない弱者が再度を何度も見直す。次のドローに期待する。ああ、ポケガルスね。お互いのバトル場のポケモンが気絶したら勝敗が決まる終盤戦でしょうか。終始戦盤。俺には何の権利も選択肢もない。ことごとくボスの指令に怯えるのみ。ベンチにも弱ったポケモンがいるという厳しい状況ですね。というわけで今回紹介する T シャツブランドは、カードゲームの話じゃなかったんですか。ゲンガーだ。はい、ゲンガーは俺が先だ。さっきから何が言いたいんですか。俺はこれからお部屋をポケモンのぬいぐるみでいっぱいにするんだ。これ T シャツブランドの紹介動画ですか。 T シャツなんぞどうでもいい。そんな話はよそでやってもらえ。しっしよくないでしょう。富岡さんが言い出したんですからね。俺が言いたいのはゲンガーは俺が先。どういうことですか。こないだ俺もゲンガーを入手した。初めてのポケモンだ。ああ、この時もモルペコリバーシブルパーカー、本当よく着てらっしゃるんですね。あんなモルモットかハムスターだかよくわからないやつなどどうでもいい。シシ、お父様に買ってもらったのにモルペコへの当たりが強すぎでは。この写真を撮ったのが9月27日だとわかるはずだ。いや、わからんわ。そしてこの写真は9月20日に投稿されている。つまり俺が先。本当に何が言いたいんですか。日付的に1週間も富岡さんの方が遅いじゃないですか。それでも俺はケンガーが好きだもん。俺の方が先に好きだもん。毎日ゲンガーパーカー俺着てるもん。いじけないでください。俺の方が先に好きだもん。めめしく騒がないでください。ゲンガー T シャツが気になった方はぜひこの動画の概要欄をチェック。結局勝手に宣伝してますね。ああ、大丈夫なんですか？この画像のモデルさんに許可も取らず画像を掲載使用して。うん、対策するとしよう。怒られてから出たとこ勝負のポケモンバトルですか。むしろ一緒にポケモンファッションしながら街を出歩きたい。そう、例えばゲンガー&ミミック GX というカードがあるが、実はポケモンセンターよりゲンガーとミミックのパーカーが発売されていたゆえに、俺はゲンガーパーカーを着て相手にはミミックのパーカーを着てもらって、2人揃ってお出かけなんてなんともえません。気持ち高ぶる中、一緒にポケモンセンターでポケモングッズに胸をときめかせたり、一緒にポケモンカードゲームしてくれて共に高め合ったり、一緒に自分の好きなポケモンファッションで全身コーデしながら。俺は変態ではない。ほら、富岡さんも熱弁してないで最後くらい洗練らしいことをおっしゃってください。俺はゲンガーお兄さんだ。ゲンガーが大好きなことしか伝わりませんよ。